Welcome back to my channel, Miss Toxic here. 皆さんこんにちは、エミです。今日もご覧いただいてありがとうございます。さあ、今日の動画に行く前に重要なお知らせがございます。私が大好きなニューヨークのラグジュアリーバッグブランド、テディブレイクが、ただいま2月14日までバレンタインデーセールを開催中です。なんとこのセール、最大 70% オフになってしまうんです。もう私テディブレイクのバッグめちゃくちゃ持ってるんですけど、その中でも特にお気に入りの2点がこちらです。まずこちらがエイヴァクロコの9インチのライトベージュですね。こちらなんかはなんと 47% オフなんで、もうほぼ半額になっちゃうんですよね。で、あとこちらキムクロコの11インチライラックというお色なんですけども、こちらも 44% オフになってしまいます。こちらのセールは特別なコードなしでサイト上全商品が割引になります。もしこの動画をセール終了後にご覧になっている場合は、チェックアウトの際特別割引コード Miss Toxic をご利用で全商品から30ドルオフになりますので、ぜひご利用ください。概要欄にリンクを記載しておりますので、皆様どうぞそちらからお買い物をお楽しみください。はい、というわけで、最近の私のお気に入りのアイテムたちをご紹介していきたいと思います。まずはね、今の季節に欠かせないハンドクリームでございます。こちらアドバンストクリニカルズコラーゲンハンドクリームです。これはね、前回のアイハブ購入品動画内でリピート品としてご紹介したんですが、あのね、マジでいい。家で気兼ねなくガンガン使うハンドクリームとしてはもう完璧。こちらには植物性コラーゲンの他にアロエベラとシアバターが配合されていて、つけた瞬間しっかりと保湿してくれるんですが、驚くほどベータつかないんですよね。塗ってすぐ作業できるので、パソコン作業する私は本当に重宝しています。もう我が家ではね、これをリビングにドーン置いて、もう家族が好きな時にも好きなだけ使えるようにしています。でね、ハンドクリームの成分と効果が素晴らしいのにもかかわらず、コスパがもう最強なんですよ。だからこれさ、237ミリ入ってんのね。ボディークリーム並みに入ってるんですけど、こんだけ入ってなんと1200円という。ありえんくない？だってさ、6下のあの30ミリしか入ってないめちゃくちゃ小さいハンドクリーム、あれで1500円すんだよ。そのことを考えると237ミリ入って、しかもコラーゲンとシアバターとアロエベラ入ってんすよ。それでさ、1200円って、どんだけコスパがすごいかわかるでしょ。もうこれはね、しっかり保湿してくれるのに、ベタつかないハンドクリームの決定版ですね。これね、香りがいい。あのね、プルメリアの香りがするんですよ。めちゃくちゃいい香りなわけ。香り良し、保湿力良し、ベタつかない、そしてコスパもいいっつったら、もうさ、悪いとこどこみたいな。買わない理由はないよね。しかしね、まあ私がこちらを動画でご紹介してから、まあ品切れが続いておりまして、マジでね、あの初めて紹介してから1ヶ月ぐらい品切れ続いてて、でね、やっとこの間再入荷された時に私もね、慌ててあのストックを買ったんですけれども、ほんとマジで入手困難になってます。今も売り切れ中です。なのでね、次の再入荷時はもう争奪戦になると思うので、ぜひ皆さん、ノリをくれないように、スタンバっててください。続いては3つ一気にご紹介しようと思います。こちらです。ナティサニタリーパッツノーマルと、パンティーライナーズノーマルとラージです。はい、こちらはスウェーデンのメーカー、ナティのオーガニックの生理用ナプキンですね。私は1年半ほど前に、市販の石油系のナプキンから、完全にオーガニックナプキンに移行したんですけれども、もうね、これあくまでも私に合った効果なんですけれども、私の場合はナプキンをオーガニックナプキンに変えたことで生理痛がなくなったんですよ。もうほんと今まで苦しんでたのは何だったのかっていうぐらい、もうピタッと止まったんですよね。衝撃だった。で、ただね、オーガニックナプキンって高いんですよ。まあ、石油系のナプキンの3、4倍はします。ただ、オーガニックナプキンの良さを一度知ってしまうと、もう二度と石油系のナプキンには戻りたくないとはなるんですけれども、高価なものなので、やっぱりね、1円でも安く利用したいじゃないですか。今まで私はこちらのライルというメーカーのオーガニックナプキンを使っていたんですが、
まあね、何せ高いんすよ。多分アイハーブ上で一番高いオーガニックナプキンなんじゃないかな、ラエルが。もう私の視聴者さんってもう 95% が女性なんですね。そのうちの大半の女性がまだ生理があるという状態だと思いますので、なるべくね皆さんにオーガニックナプキンを勧めたいんですけれども、生活の負担になるレベルで高いものっていうのはなかなかね私もねお勧めしにくいところではあったんですよね。でただ粗悪品はお勧めしたくないし、品質が良くてラエルよりもお安いオーガニックナプキンがないかなってねずっと探していたところを、やっと見つけたのがこちらのナティなわけなんですよ。ナティはスウェーデンのメーカーで、もともとは赤ちゃん用の肌に優しいおむつメーカーだったんですね。ナティのおむつは本国スウェーデンで絶大な人気を誇っているそうなんですが、そんなナティが作ったオーガニックのナプキンということで、本国のスウェーデンでは絶大な信頼を得ているそうです。こちらね前回の購入品動画でご紹介して、みんなにおすすめだよってねちゃんと言うには実際使ってみないと分かりませんから、実際に使った感想を後日皆さんにシェアしますとお伝えしたんですが、あの動画をね公開したすぐ後に生理が来たんですよね。なので早速こちらを使ってみたんですけれども、あのねパッド自体、そのオーガニックコットン自体がものすごい密度が高いんですよ。しっかりしてんのね。だからもう安心感が半端ないですね。ラエルはね結構ねこう肌に直接当たる表面が結構毛羽立つことがあったんですけれども、ナティはねそれがなかったです。前回のアイハーブ購入品動画内ではこの2つのメーカーのナプキンを実際に開封して中身をお見せしておりますので、気になる方はそちらをご覧ください。それぞれの価格の比較もしておりますのでぜひご参照ください。でね、さすがスウェーデンのメーカーだなと思うところはやっぱりこのパッケージですよね。見てもう一切過剰包装なし。前回のアイハーブ購入品動画内でも比較したんですが、こちら2つの違うメーカーのオーガニックナプキンなんですけれども、内容量は全く同じ14枚ずつ入っています。あのねラエルはねほんと過剰包装がものすごい気になってたんですよね。だってね見て箱の中身これなんですよ。もうこれで売ったらよくないっていう、箱いらんよね。その点ナティは箱なんか使ってないし、とにかくスリムでしょ。見てこれで14枚なんで、7枚7枚でこう上段と下段でやってるわけですよ。同じ14枚なのにこのさ厚さの違いどうよ。ラエルめちゃくちゃかさばるやんっていう。ナティの場合は過剰包装もしていなければめちゃくちゃ小スペースっていうね、もうそこもねかなりおすすめの点です。やっぱりあのナプキンよりも使う頻度が圧倒的に高いのがパンティーライナーですよね。というわけでね、ナプキンと一緒に、こちらのパンティーライナー2種類も購入したんですよね。こちらがノーマルで普通タイプ、こちらがラージで大きめのタイプです。これ両方使ってみたんですけれども、両方ともナプキン同様めちゃくちゃしっかりしてます。こちらはね生理でも何でもない普通の時に使ったんですが、このラージはどういった時に使ったかというと、生理が終わりかけの要するに軽い日の時に使いました。ラージはねノーマルに比べてかなり縦の長さがあるので、もう軽い日はねこれで十分対応してくれました。あのねほんとしっかりした作り、これね使ってみたらわかると思う。あ、しっかりしてんなっていうのがわかると思います。パンティーライナーもナプキン同様マジでかさばりません。でもう皆さんお気づきだと思うんですけれども、パッケージ一つ一つに違う種類のお花がプリントされてるんですよね。これもねめちゃくちゃ可愛いよね。これ私確認したんですけれども、アイハーブで現在取り扱われているオーガニックナプキンの中でナティのものが一番お安いです。私が皆さんにナティの製品をおすすめするのはただ安いだけじゃないからなんですよね。高品質でパッケージにも工夫がされていて、しっかりとした作りで安心感があるのにもかかわらずお安いという、もうほんとこれはね皆さんに試していただきたいです。私は一度使って本当に気に入りました。こちらもねおかげさまで、私が紹介したことによりこれ今全部売り切れてます。あのついでにね他のサイズも全部売り切れてます。なのでねこれもねまた、再入荷の際は争奪戦になると思うので、ぜひね、この間買い逃した人は今のうちに通知希望をされて、次の再入荷の時に何としてでも、
ゲットしてみてください。続いても一気に2点ご紹介します。私の最近のお気に入りのシャンプーとコンディショナーでございます。こちらイネクトスーパーシャインアルガンシャンプーとコンディショナーです。こちらは去年からアイハーブで取り扱いが始まった UK のブランドイネクトのアルガンオイル入りのシャンプーとコンディショナーです。皆さんご存知の通り、私は今までガーニエイというねメーカーのアルガンオイル配合のシャンプーとコンディショナーを愛用していたんですが、あれはね 370ml 入っていて今のレートで676円なんですよね。に対してこちらは 500ml 入って542円なので、もういかにこのイネクトのシャンプーとコンディショナーがコスパが高いかっていうのが分かりますよね。こちらのイネクトのアルガンシャンプーとコンディショナーは 95% が天然成分で作られていて、使用されているアルガンオイルは 100% オーガニックのアルガンオイルなんだそうです。あのね、これのね何が気に入ったかって、まず香りが素晴らしいです。だってこれパッケージグレートスメルって書いてますからね。パッケージにかけるって相当自信ないとかけないからね。パッケージ通りグレートスメルでした。本当にこのねアルガンオイルがもともと持っている本来の素晴らしい香りがするんですよね。でね、これ大げさじゃなくてよ、私今までいろんなシャンプー使ってきましたけど、ここまで洗ってて気持ちいいって思ったシャンプーはねない、初めてです。ただシャンプーしてるだけなのにめちゃめちゃ癒されるんですよ。まず泡がねめちゃくちゃ濃密なんですよね。もう瞬時に泡立つし、その泡立った泡が超濃密なわけで、その濃密な泡でこうマッサージするようにね洗うんで、そこにこのいい香りでしょ、まあ、癒されないわけがないわけですよ。でね、私びっくりしたのはこれね、あのボリュームアップするって一切書いてないんですけど、私はした。あのね、洗ってる最中からもうなんかね根元からねふわっとしてんのが、ね、わかるんですよね。これには驚きました。どこにも書いてないんだけどそんな効果があるって。なんか何、私だけ？本当にね根元からふわっとするんですよね。もちろん洗い上がりもサラッサラのツヤツヤになるんですけれども、それだけではなく、もう私がね個人的に一番嬉しかったのは根元からふわっとすることなんですよね。髪の毛が細くて量が少ない私には本当に嬉しかったです。いや、この2つは本当に買ってよかったですね。ぜひ皆さんにも試していただきたいんですけれども、まあすいません毎度ながらね売り切れさせております。あのね、速攻でねシャンプーが売り切れたんだよね。でね、今ねコンディショナーだけあの売れ残ってるんですよ。どうせ使うならシャンプーとセットで使いたいわいっていうことだと思うんですよね。あの、その通りだと思いますね。やっぱりこう最大の効果を得るにはこうセットで、シャンプーとセットでコンディショナーもね使うといいと思うので、ぜひですね、あのシャンプーの方の通知希望をバチ押していただいて、その時に一緒にコンディショナーも買ってくださいと。いや、これ本当にマジで買ってよかった。こんな素晴らしい内容なのにもう500円台で買えますから、もうぜひ一人でも多くの方に試していただきたいです。おすすめです。ほいでね、このシャンプーとコンディショナーとセットで買ったヘアオイルがまたすごくてね、こちらでございますよ。イネクトエクスクイゼットシャインヘアオイルです。私今までも数えきれないほどのヘアオイル使ってきましたけども、冗談抜きでも今まででダントツ1位です。こちらにもシャンプーとコンディショナー同様 100% オーガニックのアルガンオイルが配合されているんですが、私がね一番驚いたのは、私ねさっきもお伝えしたようにもう髪の毛が細くて、ほんで量が少ないんですよ。私みたいな頭ってね、あのヘアオイルはマジで気をつけないと量を間違えた瞬間風呂入ってない人になりますから、もうマジで細心の注意を払わなきゃいけないわけですよ毎回。でも私の毛量はね、もうヘアオイルもワンポンプで十分なんですけど、私ね、あの初めて使う時に勢い余って2ポンプ出しちゃったんですよ。でもったいないからもつけんじゃん。でもどうせもベッタベタのギッチョギチョになるんだろうなと覚悟して髪に塗ったところ、一切ベタつかなかったんですよ。これはねすごいことよ。だって他のオイルはもう100発100中絶対に風呂入ってない人になってたんで今まで。じゃあね、何が起こったかっつったら、ただただツヤだけ与えてくれたんですよ。それがすごいなっていう。まずそれに私衝撃受けて、
でね、次ですよね。私あのアホ毛がとにかくすごいんですけれども、このオイルはねマジでね、本当にもう1回塗っただけでもうアホ毛ねほぼ殺してくれる。そのアホ毛にピンポイントに効くあの製品でもないのに、シンプルなオイルなのにね、それだけでここまでアホ毛をねこうやっつけてくれるっていうのは感激でしたね。ほんでコスパがいいわけ。100ミリ入って1000円しないですよ。今のレートで752円、この内容からは考えられない値段ですよ。で香りももちろん素晴らしいです。シャンプーとコンディショナーと同じいい香りがします。うん、でごめんね、これもね、私が動画で紹介してからずっと売り切れておりますので、シャンプーコンディショナーとセットでね、こちらもぜひ通知希望をオンにして、バッチリオンにしてですね、再入荷をお待ちいただければと思います。ほんと素晴らしい、ぜひ使ってみてください。続いてはデリケートゾーン専用ソープのおすすめです。こちらサマーズイブ 5-in-1 ゴールデングラマークレンジングウォッシュです。サマーズイブデリケートゾーン専用のねクレンジングウォッシュのメーカーなんですけれども、サマーズイブはねもう今まで何種類も愛用してきたんですけれども、あのね個人的にね今まででダントツ1位ですね。何かってね香りですよ。前回の動画内で発覚したんですけども、これがねなんとビクトリアスシークレットのかの有名なラブスペルの香りにも激似なんす。問題の似てるとかじゃなくて激似、もうほぼ一緒。私ねラブスペル長年愛用してたんでもね分かるんですよ。もう鼻に染みついてるから、あの本当にマジで嗅いでほしいわみんなに。あのね幸せになりますよ、もう股から幸せの香りがします。これはねあのラブスペルが好きな方はねもうぜひ買ってほしいし、ラブスペル嗅いだことない人ね、ラブスペルってなんぞやってね思われてる方もたくさんいらっしゃると思うんですけども、そういう方に特にこれはね嗅いでほしいかな。もうねみんなわかってると思うけど、うん、ごめんね、こちらも絶賛売り切れ中ですね、通知希望ですよ。もう通知希望するものしかないね今日ね。いやでもこれはねマジでどんだけ時間かかってもね入手してほしい。今まで私昼間はココナッツのタイプを使っていて、夜はあの例のあれっすよね、シャネルのチャンスの香りがするっつって私が言ってバズらせたナイトタイムクレンジングウォッシュをね使っていたんですけれども、もうねこれがねいい匂いすぎて、もうこれ買ってからはね昼も夜もこれ一本です。もうほんとそれぐらいいい香りなのね。そこまでってなるかもしれないけど、もう香り嗅げばわかると思うわ。なのでぜひ通知希望をオンにしていただいて、何としてでもゲットしてください。続いてのお気に入りはグミタイプのサプリです。こちらカレントボディスキンヘアスキン&ネイルグミです。これはもう早く紹介したかった。こちらですね、あの LED マスクで有名なカレントボディが開発した渾身の髪、肌、爪を健康に美しく保ってくれるグミタイプのサプリメントなんです。これねまずね入ってるもんがすごいです。ビタミン ADECB6B12 つって6種類のビタミンが入って、さらにそこにビオチンと亜鉛とセレンが入っております。もう良くないっつぐらい入ってる。髪、肌、爪を強く美しくしてくれるだけでなく、疲れを軽減させてくれる成分であったり、ホルモンバランスを整えてくれる成分、さらには気分を高めてくれる成分も入っているため、毎日摂取するのに本当に理想的なサプリメントなんですよね。わしこれ何が好きってさ、単純にね味が美味しいの。グミ自体はこういう感じの非常にこう食べやすいサイズの小さなグミなんですけれども、ブルーベリーのお味がするんですよ。これが美味しいんだわ。甘酸っぱくてね本当に美味しいの。もうマジでただの美味しいグミで、これを1日2粒取ればいいだけなんですよ。
こんな簡単なことある？普通に美味しいから毎回それ以上食べそうになるんですけど、くれぐれも1日2粒までにしておいてください。1日2粒なんで一気に2粒食べてもいいですし、朝1粒夜1粒という食べ方もいいと思います。私これ食べるようになってから本当にね、髪の毛が抜けにくくなったんですよ。肌も綺麗になったし、爪なんかめちゃくちゃ強くなった。これ私ね、地爪なんですよ。結構長さあるんですけど、これ地爪です。この間ネイル変えたので、変える前はこれよりももっと長かったんですけども、それでもね一切折れなかったんですよね。すごくないか。で、私結構ね地味に押したいポイントが、このねグミね、ひっつかないんですよ。グミ同士がひっつかないの、それ結構重要じゃない？あのグミサプリあるあるなんですけど、まあ高確率でグミ同士がひっつくんだわ。これはね、一粒一粒サラッとした加工がされてるので、はい、見て、もう絶対にひっつかないですよ。一粒一粒取れるの、毎回。これ私的にものすごいポイント高い。世界中の美容器具を長年扱う美のエキスパート、カレントボディが作った渾身のグミタイプのサプリなんですけれども、この内容でなんとたったの2200円でございます。またやってくれたかって感じですよね。パッケージのコストを抑えることで、より高品質なものをもう極限の価格でお客様に提供するという、そこがねカレントボディの素晴らしいところだと思います。でね、ただでさえめちゃくちゃ安いんですけども、こちらがなんとね、ここからさらに 15% オフになってしまう魔法のコードを後ほど発表いたしますので、最後までご覧ください。私の最近のお気に入り、最後にご紹介するのはこちら、カレントボディスキンクライオローラーです。はい、これなんと思う？何やら鉄板がついたローラーが現れましたけども、これねすごいんですよ。皆さん、クライオセラピーという言葉は聞いたことありますでしょうか？ギリシャ語で冷やすという意味のクライオとセラピーを合体させた言葉で、日本語では凍結療法と言います。一番わかりやすいところで言うと、例えばアスリートの方が試合中怪我をしたっていう時に氷で患部を冷やすじゃないですか。あれがまさにクライオセラピーですね。あとはね、レディーガガがライブ前に本当氷水に浸かるんですよね。15分ぐらいかな。あれもクライオセラピーです。これね、作りは非常にシンプルなんですよ。ステンレススチールのローラーなんですけれども、まあ使い方が衝撃的なんだわ。もう皆さんね、お分かりだと思うんですけども、こちらですね、なんと冷凍庫に入れて使います。冷凍庫でガッチガチに冷やした状態のものを肌の上で滑らすんですよ。結構ね、海外のモデルさんとかが氷を、ガチの氷、アイスキューブをメイク前の自分のこの肌の上を滑らせるっていう動画なんかで、ね、結構海外の YouTube で見たりするんですけど、まあ、あれですね、氷同然のこのクライオローラーを肌の上で滑らすことによって何が起こるかっていうと、要するに肌表面の温度が一気に下がると肌びっくりしますよね。で、何が起こるかっていうと、血管が収縮するわけですよ。で、収縮した血管は今度元に戻そうとするじゃないですか。その時に血液が実に最大8倍もの勢いでバー流れるんですよ。血行が良くなると何が起こるかっていうと、もうシンプルに新陳代謝が上がりますよね。肌の新陳代謝が促されて、同時にコラーゲンの生成も促されるんです。コラーゲンが増えるとお肌の張りや弾力、潤いがアップしますし、肌の血行が良くなると老廃物や余分な皮脂も排出されるので、ニキビや吹き出物などの肌トラブルの改善にもつながるんです。あとね、単純にね、毛穴が閉まる。だから毛穴の開きに悩んでる方にもぜひ使ってほしい。私これね、今冬じゃん、まあ最初はびっくりしたけど、慣れるとね、めちゃくちゃ気持ちいいんですよ。だから冬だけどガンガン使ってる。もう毎日使ってますね。特に朝ね、マジ朝使うと最高
高だよ。目もう超覚めっから。目覚めるし、その毒素が出てる感じがすごいするんですよね。ものすごいリラックス効果なんですよ。あ、これはね、実際やってみないとわかんないですね、この気持ちよさは。朝ね、メイク前にやることによって、毛穴も閉まるし、肌に張りが出るし、そしてね、こうむくみがやっぱ取れるんですよね。今まで私、天然石のフェイシャルローラー使ってたんですけれども、まああれもヒヤッとしてね、気持ちいいぐらいだったんですけど、これはもう、だって冷凍しちゃうから凍らしちゃうからね、うん、もう冷たさが違うわけ。やってることはめちゃくちゃシンプルなのにこんなに大きな効果があるかってもうびっくりしますよ。もうさすがカレントボディですよね。その最先端の美容法をもうどんどん取り入れてくると。クライオセラピーはね、まあ、あの取り入れてるねサロンも日本では、まあ、徐々に増えてきたとは思うんですけれども、まだまだね知名度低い最先端の美容法ですので、あの本当面白いほど目に見えて効果が出ますので、皆さんぜひこちら試してみてください。こちらの気になるお値段は4440円なんですが、ここから 15% オフになる魔法のコードをご紹介します。先ほどご紹介したこちらのグミサプリにも使える 15% オフになってしまう魔法のコードは MissToxicCB でございます。今までねカレントボディの商品を紹介するたびにコードが変わっていたと思うんですけれども、この度コードが分かりやすく統一されることになりました。こちらの MissToxicCB というコードなんですけれども、カレントボディのオリジナル製品が常に15% オフになる、もう超魔法のコードです。すごいよ、期限ないから、いつでももう常に 15% オフで買えるの。通常 15% オフのこのコードがですね、期間によってパーセンテージが上がってくるんですよ。このセール期間中は 20% オフになるよとかね、 25% オフになるよとかね、その普段と同じミストクシック CB が使えるんだけれども、セールごとにコードの割引率が変わってくるというですね、非常に分かりやすいことになりました。カレントボディのオリジナル製品だから、もちろんね LED マスクにも使えます。なのでこれからはカレントボディのオリジナル製品を買われる際はぜひですね、こちらの MissToxicCB をお使いいただければ無期限で常にお安く買えちゃいますので、皆さんぜひぜひもうガンガン使って。はい、というわけでね、以上が最近の私のお気に入りのアイテムたちでした。皆さんいかがだったでしょうか。今日ご紹介したすべてのアイテムの購入先リンクと割引コードを概要欄に記載しておりますので、皆様ぜひお買い物をお楽しみください。今日の動画参考になったよ、楽しかったよ、欲しいものありましたと思われた方はぜひ高評価をお願いします。そしてチャンネル登録がまだお済みでない方はそちらもぜひぜひお忘れなく。それでは皆さん、今日も最後までご覧いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。 Thank you guys so much for watching. I hope you guys liked it and I'll see you in the next video. Bye! Something.